第7すべてを貫く相乗原理新聞や雑誌にこの薬を飲めばがんが治りますという怪しげな民間薬の宣伝や体験談をよく見かけますまたがんは切り取るしかない他にはどんな方法もダメだともっともらしいことを言う自信過剰の外科医もいますこれらをすべて間違いであるとは言いませんがこのような見解は がんは全身疾患であるため単一の治療法ではほとんど治療効果はありませんすべての治療法を総合的に行うことが必要ですこれを相乗原理と言います人間には2本の足がありますが怪我などで足を1本失うと人間の活動能力は半分の低下で済むでしょうか 4分の1か下手をする10分の1以下になるかもしれません。2本の足は単なる足し算効果で働いているのではなく、掛け算・情報効果で働いているからです。これが相乗原理です。戦争では、戦闘力は、兵力の2乗に比例します。すなわち、兵力が2倍ならば、戦闘力は4、2倍に。 兵力が3倍ならば、戦闘力は9、3倍に、兵力が4倍ならば、戦闘力は16、4倍になるのです。さらに、兵力が10倍なら、戦闘力は100、10倍にもなります。この原理は、戦争のみならず、企業間競争も含め、すべての競争の基本原理となります。これも相乗の原理です。流体力学で、 水流のものを押し流す力は水量の6乗に比例するという法則がありますすなわち水量が2倍になればその水量がものを押し流す力は642倍3倍になれば7293倍の力となりますこれも相乗原理ですがんの場合は肉体身の治療と精神心の治療すなわち 心身療面から治療が必要ですこれを心身相乗原理と言います情報すなわちかける3ですからどちらかがゼロならその治療効果は片方の数字かいくら大きくてもゼロとなってしまいます現代医学のがんの三大療法手術放射線抗がん剤の効果は高々約4割です他にも がんの食事療法や気候療法などがんの肉体的治療法や有名なサイモントンのがん精神療法をはじめがんに対する多くの治療法がありますしかしその効果は派手な歌い文句の割にはパッとせずそれほどには効果を上げているとは言えませんその原因はどの治療法も心身相乗原理を忘れて一つの治療法だけに固執しているからです すべての治療法を総合的に行うべきなのです怒ったりイライラしたり不満を抑えつけたりしていると血液の流れが悪くなり高血圧など肉体的な疾患を引き起こします逆に肉体的な疾患になると精神的にもまいってきて気分がふさぎさらに病状を悪化させることもありますこのような現象は 心身相関とか心身症などと,と,と称して最近やっと話題になるようになりましたが治療法としてはほとんど何も確立しておりません。精 j 精神安定剤が投与されている程度ですがんの原因は肉体面から来る因子と精神面から来る因子が半分ずつありしたがって治療法は心身相乗の原理から 肉体面面面ののの治治療療とと精神面の治療の両面が必要となります全ての治療方をバランスよく行うことが何より重要で何か1つかけると相乗原理によりかけるゼロとなり全体の治療効果もゼロに近くなってしまいます健康な精神は健康な身体に宿るという有名な言葉がありますこの言葉は残念ながら 中途半端な真実しか表現しておりません。では、健康な身体は、健康な精神の持ち主に宿るという言葉を付け加えて、追加にすれば完璧かというと、そうではありません。もともと、精神と身体を分けて考える思考法、西洋医学的な心身二言論と呼びますが、間違っているのです。精神と身体は、本質的に一体のもので、 決してて分けて考えるべきものではありません精神が病んでいるということは身体が病んでいることですし身体が病んでいるということは精神が病んでいるということなのですどんな病気でも精神と身体を分けて考えて治療することは不完全な治療となります軽い病気ならどちらかの治療だけでも簡単に治る場合がほとんどですが んののような難病でででは、は、は片手落ちの治療では良い効果は期待できません東洋哲学の身体観は西洋的な精神と身体を2つに分けて考える「心身二言論」ではありません東洋哲学や東洋医学では精神と身体を一枚のコインの裏表のように分離できない不足不利のものと考えおりこれを「心身一如と言います